皆さんこんにちは。私たちは普段自分が傍らからどう見えているか考えることはほとんどありません。でももしずっと自分の姿が撮影されていたら、自分自身についてもっと多く知ることができるでしょう。今回はカメラが捉えた最高に面白くて笑えるシーンの数々をお見せします。警察がピックアップ車を追跡しています。その後何が起こるかなんて想像もできませんでした。見てください。一体何人乗っていたのでしょう。これが監視カメラに映っていなかったら、警察官の話を信じる人はいなかったでしょう。停車させた車を運転していたのはバットマンだったのです。この車の持ち主は、この監視カメラの映像がなければ後部座席に置いていた食料品がどこに消えたのか想像することもできなかったことでしょう。時々ドライブレコーダーは驚きの瞬間を記録してくれます。あらゆることが起こり、私たちは起こったことを正確に説明できないこともあるからです。なぜオートバイが道路の真ん中で回転しているのでしょう。そして持ち主は一体どこに行ったのでしょうか。この2人は YouTube のスターになろうとしたわけではないでしょうが、上司がこのビデオを見たら彼らは近いうちに解雇されるでしょう。何らかの間違いでボートがバックを始めました。男性が何を思ったのかは分かりませんが、彼は明らかに自分の力を過大評価していたようです。しかし立派です。最後まで諦めませんでした。これもドライブレコーダーの映像です。こちらも説明困難なハプニングです。鶏が飛び出した車の持ち主も相当驚いているようです。みんなにとってサプライズだったようです。何かをするには強力に後押ししてくれる存在が必要だという人もいます。ここではすぐ後ろにそんな後押しをしてくれる人がいてくれてラッキーでした。この映像を記録した車の運転手は我が目を信じられず、何度も映像を繰り返し繰り返し再生し、自分の気が狂っていないことを確認したことでしょう。月並みな洗車場の従業員でも心から願えばスーパーヒーローにだってなれるのです。少なくともそんな気分を感じるのは自由です。少なくともこの男性は試してみたようです。時には仕事がうまくいかないこともあります。何をしてもダメな日ってありますよね。でもユーモアを忘れてはいけません。もちろん人生には小さな悩みで不安になることもありますが、外から見るとそれらは単におかしな瞬間に過ぎないのです。気を落とさないでください。こける場所を知ってたらクッションでも置いておくのに。そんなことありますよね。子供用のビニールプールも時と場合によっては役に立ちます。ずぶ濡れですが怪我はなさそうです。皆さんの近所の猫も普通の猫ではなく、実はスーパーキャットかもしれません。例えばこの猫の飼い主は監視カメラの映像を見るまでは自分の家の猫が飛べるとは知りませんでした。多くの男の子たちは自分の車を持つことを夢見ます。どんな車でもないよりはマシです。この男性も子供の頃の夢を叶え自分の車を手に入れたようです。しかも通りすがる人々が思わず二度見するような車です。走っている車からタイヤが外れました。車は止まりますが、タイヤだけはそのまま走り続けます。これも車のドライブレコーダーの映像です。タンク車のタンクが突然爆発し、中のものが全て流れ出てしまいました。カメラが実にエキサイティングな追跡劇を捉えました。男性が転がるタイヤを追いかけます。危険かつ困難なミッションでしたが、なんとか追いつきました。どうやら路上のバットマンはそれほど珍しい現象ではないようです。
ここでもバットマンの運転する車が警察官に止められました。ダース・ベイダーがエレベーターに入ってきて、次の回ではさらに他のスター・ウォーズのキャラクターたちが乗ってくるのです。この男性は自分が隠しカメラで撮影されているとは思いもしなかったでしょう。配達サービスのスタッフが直面する様々な困難を皆さんはご存じないかもしれません。でもこの監視カメラの映像のおかげで、私たちは今配達の仕事がどれほど大変かを理解します。配達員さん、いつもありがとうございます。この男性はガールフレンドが彼よりも早く起きた時、二人で住むアパートに隠しカメラを設置しました。もし愛する人を調べたいと思うことがあったら、まず隠しカメラで撮影されたらどう感じるかをよく考えることをお勧めします。エレベーターに乗っていると足元で床が崩れ出すのです。もちろん恐怖しかありません。しかしこれはただのいたずらです。ただこんな冗談を理解して許せるのは神経が異常に強い人だけでしょう。見てください、鹿がこのお家に遊びに来たようですが、残念ながら皆留守にしていました。入り口にカメラがなかったら鹿の訪問があったとは誰も知らなかったことでしょう。宅配スタッフが直面する困難についてはすでにお話ししましたが、それでもこの仕事を愛する人はかなり楽しんで働いているようです。猫がネズミを捕食することは周知の事実です。しかしネズミたちも負けっぱなしではありません。この猫は襲う相手を間違ってしまいました。このネズミから逃れるのは簡単ではなさそうです。信じがたいことですが、ヘリコプターが突然道路に着陸しました。偶然ビデオレコーダーが撮影しました。ものすごい力持ちは昔のおとぎ話にしかいないとお考えですか？とんでもありません。この男性の力を見てください。さて皆さん、今回はここまでです。この動画が気に入ったらいいねをしてチャンネル登録してください。また次回お会いしましょう。